放送席、放送席、そしてファイターズファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは同点のホームラン、そして勝利を呼び込みました中田翔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。8回の見事な一発ですが、どんなことを意識して打席に入ったんでしょうか。そうですね、まあ、本当に追いつきたいという気持ちだったので、その場面でああいう、ホームランという形になってくれて本当に良かったと思います。その強い気持ちで打った豪快な一発、感触はいかがだったでしょうか。完璧でした、はい。その完璧な一発で浅村選手と並んでパリーグトップのホームラン数、さらに打点も合わせ2冠ですね。いかがでしょうか。まあ、シーズン終わるまでね、まあ、あまり考えてはないですけど、まあ、浅村もね、本当にすごいバッターなので、自分も、負けないようにね、頑張りたいなというふうに思います。そしてシーズンも最終盤、残りは12試合ということになりました。熱きファイターズファンに向けてメッセージをお願いします。はい、そうです。まあ、こうしてね、ファンの皆さんがね、球場に足を運んで、応援してくれる限り、ね、僕らは最後まで、全力で戦うだけだと思っているので、これからも一試合一試合一生懸命頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。今日のヒーローは中田選手でした。ありがとうございました。今日は8回に同点のホームランを放ちました浅村に並ぶ31号ということ。